練習は順調。練習はね、もう1週間以上、2週間ぐらいやってないかな。そろそろ復活しようかなと思ってるけど。練習は全然やってないですね。咳がひどくて、ちょっと練習できる状態じゃなかったんで。うい、カブニートはこつ、いらっしゃい。おやすみ。最近できてないですね。今日あたりから復活するのありかもしんないね、練習ね。はい、毎度、おびとさんいらっしゃい。おお、たくみさんおはよう、わどつ。おはようございます。練習そうっすね。再開しようかなと思って、そろそろ。ちょうどね、4月とか6月、あと2ヶ月だからね。あと2ヶ月だから、今日の夜中あたり、飯食ったばっかりなんで今、後で走りに行こうかなと思ってますね。あ、咳はね、多分もう治ったと思うね。うん。咳は多分もう治ったと思うから、練習は多分大丈夫だと思う。うん。多分体なまりまくってるよね。今まで覚えたこと全部忘れちゃってる可能性あるから。もったいないよね。後で練習しに行きま。はい、ドリちゃん、ワドツ。別にお前のために買ったんじゃねえからな。たまたま待ってた。ああ、ありがとうございます。バカありがとう。今月は一発目のバーガーありがとうございます。ありがとう。余り物でもね、服は着ますよ。ありがたいです。練習いいっすね。練習いいっすね。今月の目標金額30万にしようか。30万でいこうかなと思ってます。30万でいきます。今月の目標金額は。下げた。そう。下げても上げても文句言われちゃうの。下げても上げても文句言われちゃうからね。しょうがないね。
お疲れ様です。そうだね、 BGM ちょっといろいろ設定して変えてみたんだよね。これいいかなと思って。こんばんは、ガブリエルさん。こんばんは。あれバグってるかな。バグってないか。昨日からずっと配信されてなかったですね。寝てたよ。今起きたところ。今ね、起きて飯を食ったところだね。全然配信してなかったね。寝起きです。ぐっすり寝たよ。久々ぐっすり寝たよ。超ゆっくり寝た。ゆっくり休めたよ。どれくらい寝たんだろうな。結構寝たはずだよ。ありがとうございます。ゆっくり休めて。よかったですね。リフレッシュできましたね。もう疲れ溜まってたんで。ありがたいですね。はい、ワドツー。ロクちゃん、団子ありがとう。ありがとうございます。いつもありがとう、ロクちゃん。アデノイド願望。そうだね、アデノイドだね、俺はね。顎がない。顎がない。橋本くんとかもアデノイド系だよね。孫子の画像云々の件については何か話す予定はありますか？いや、特にないですけど。特にありませんけど。もう終わったことなんで。決着がついたことに関しては僕は話すつもりはないですね。ほじくったらかわいそうじゃん、孫子が。
詐欺師はめくれろ？何がめくれんの？質問があるんですけどいいですか？あ、全然構いませんよ。全然 OK だよ。メガネどこやったんだろう俺。メガネ。メガネすんだよ俺。ああ。はいこんばんは。はいこんばんは。エビデンスエビデンスと連呼されてますけど、はい。エビデンスエビデンスって別に連呼はしてないけど、エビデンスを取らずに煽ったことについてはどうお考えですか？え、何のこと？それは。何のこと？何のこと？それ。エビデンスを取らずに煽ったっていうのは。怖い。フグ先生いらっしゃい。楽しんでってください。孫子の画像が広い画と煽ったことについてです。何それ、孫子の画像が広い画って。広い画だったんじゃないの？完全決着ついたじゃん、その件については。広い画だったってことで終わってんじゃないの？はい、ワード2。ナボコフいらっしゃい。菩薩さん、ワード2。 URL がふわっちの元のところからいなくなりました。どういうこと？ふわっちの元のところからいなくなったってどういうこと？終わった値段でネチネチ言われてるのかな。いや、わかんない、全然。よくわかんない。なんか言われてんだけど。何のことだか全然わかんないんだよね。何なんだろうね。追加のオリジナル画像も孫子が出したのを見てないんですか？何の話それ。何、追加のオリジナル画像って。全然知らない。何どういうこと？何、追加のオリジナル画像っていうのは。新リスワンはどう思いますか？新リスワンに関しては俺はないなって思ってる。もしやるんだったら新規救済で、リスワンの仕組み変わったんですよ。リスワンの仕組みが、その男性、女性、新人デーみたいなのが出たんだっけ？ちょっと待って、見てみようか。なんか仕様が変わったんだよ。俺はそれをやるんだったら2位3位に賞金を渡してもらいたいっていうふうに思ってる。2位3位に小口のお金を渡した方がいいんじゃないかな。そっちの方が盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。終わったネタってこの人が孫子の立場だったら完全にしつこく粘着しますよね。どういうこと？孫子が手のひらに文字書いて写真出してましたよ。あ、そうなの？へえ。詐欺師でも悪人でも和道しナボコフ、ハートありがとう。悪人でも。どうなんだろうね。俺は全然自分が善人だとは思ってないけど。まだぐじぐじ言ってんのかな。変なのが湧いてるね。のんちゃん穴から見てる。はい、さようなら。
練習どうしよっかな。旅10日からやる予定だね。旅は10日からやる予定。1万人リアとの旅に出ますよ。グッズはステッカーだけ持ってく。とりあえず手売りのステッカーだけ。過去に本性がどうであろうと自分にとってプラスになる配信者だから応援したくなるだけなのに情弱とか言われたくない。そうだよね、うん、新宿スタートだね。新宿、まあ俺の家出たら旅が始まるって感じだね。 K さんいらっしゃい。ということは和道さんの的には拾いがだから和道さんの勝利で終わりって感じなんですか。え、だってそういう話でこの前決着つかなかった、うん、え、どういうこと？全然意味が分かんないんだけど、ガブリエルさん、うん、拾いがだったっていうのを証明できたんじゃなかったの？決着はついてないの？あ、そうなの？そうなの？あ、そうですか、うん、まあまあ全然いいけど、うん、アイラに聞いてみるといいですよ。アイラに聞いてみるじゃない、アイラが送ってきた画像を検証したんだよ俺、うん、アイラから送られてきた画像を証明したんじゃん。だからあのなんだっけ、あのなんだ、タイムラインの画像が載ってないやつ載ってきたじゃん、うん、拾い画ではなくふわっちの画像だったってことです。あ、そうなの、うん、拾い画のデータが消されてました。誰が消したのそれを、うん、何がめくれて何を知っても推し配信者に変わりはない。ハートありがとうナボコフ、ハートありがとう、サンキュー、うん、しつこいな、うん、イライラするよね。孫子がネガティブキャンペーンやってるから変なのが湧いてくるんだよ、うん、すごいイライラするよね。しつこい、くどい、うん、俺はずっとさ、あの孫子の話題なんか出したくないわけじゃん、うん、だから嫌なんだよねニコ生のノリっていうのが。ぐち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 、しつこいじゃん、うん、うん、キラキラコメント頑張れよって囲いも囲いでダメよ。俺は囲いもアンチも同じだと思ってるから、普通のリスナーさんが欲しいの。普通に話を聞いてくれて普通に楽しんでくれる人を、うん、そうそう、ステッカー買いたいんだけど結局デザインはどっちに。結局ね、デザインは布製のやつになって スタッフパスっぽく作ろうと思ってるね。スタッフパスっぽい感じに作ろうと思ってます。ゆうさんはどつ、いらっしゃい。そう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 、キラキラコメントしても意味ないと思ってて、なんか普通に聞いてもらって普通に放送楽しんだ方が面白いじゃん。ミュウツーの流れで煽ってきたと思ってるの勘違いだったようですね。全然違うよ。もともとはあの孫子が白血病になったのを和道の呪いだっつって、それを訂正してくれっていうところから始まってんのよ。嘘骸骨がまた和道がガタガタ文句言ってるだろって言ってた。お前だよ、お前文句言ってんのは文句言ってんのはお前だよ。俺はツイッターでね、逃げた分際でガタガタ抜かすなって骸骨に言っただけだから文句言ってんのはお前だよ。お前のツイートに関してリツイートしただけだわ。ガタガタ言ってんのはお前だわ言っといて骸骨に。ハートありが、秘密基地さんバーガー2つありがとう。トレーニングは全然サボってますね。10日以上やってないっす。トンチンカンだな。
たることすらっていうかさ、ゆいがさんがさ、捨て頃に関してどうこう言ってるわけじゃん。だったら出りゃいいじゃんと思うし、だったらなんで大会バックれたのっていうふうに思うし、だったら自分で主催して大物ゲスト集めてみろよ。なんかドレとテルチャンピンとワドーは過疎すぎるから試合に出場する権利はないとか言ってんでしょお前そんな人集まんのって感じだけどね。だったらさ、何野球チームの自分たちのメンツどうなんだよと思わない、野球チームの、そうそう、彼女が覗いてんだけど、野球チームの自分たちの面々大手なのかな。じゃあどうなんだろうね。それを決めるのは便所太郎さんであって、ゆいがさんじゃないはずなんだけど、なんで自分の出場が決まるのがさ、出なくなったのが決まってからグダ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 言ってんだろうね。もう全然意味わかんないよ俺は。全然意味わかんない。だったら出りゃいいじゃんって。そもそも自分からさ、その便所太郎さんにお願いをしたわけじゃん、やろうぜって、あ、南野帝王さんいらっしゃい。自分からやろうって言い出したんじゃないの。違うのかな、金儲けだから辞退だとしたというわけのわかんないリスク。金儲けじゃないじゃんね、全然ね。まあ金儲けって何が悪いんだっていうところもあるし、別に。よっぽど気に入らないんだろうね。まだぐじ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 、なんか女が腐ったみてえなさ、嫌だよね、本当に。むしろ便所太郎さんに感謝するべきだと思うけどな。こんだけでかいね、こんだけでかいさ、イベントにしてくれてありがとうっていうのが筋だと思うけど。いや、興行なんだからさ、当たり前じゃんね。むしろ稼げてない配信者からするとさ、出演料出してくれるっていうのは普通にありがたいことなんだけど、俺からすると普通に、なんつうの、配信業の資金になるし、普通にありがたいし、みんな喜んでお金払ってるわけじゃん。誰も文句ないわけじゃん。でしょ？みんな喜んで5000円とか払って、みんなに会いに行くわ、つって喜んでくれてんのに、文句言ってんの一人だけだからね。マミリンワードツーいらっしゃい。楽しんでって。めちゃめちゃだよ、本当に。チケットも完売だからね、一応。一応でもキャンセル待ちがまだ出るみたいだから、まあ、ほぼ完売って感じだね。丸メガネ好きですね、僕。メガネは丸メガネばっかり買ってますね。かわいい。なんか普通のメガネが似合わないんですよ、僕。丸メガネが好きです、僕は。もう正々堂々殴る。だったらさ、ギャラを辞退すればいいんじゃないかなっていうふうに思うけど。ペロさんいらっしゃい、初見さん。今度丸のサングラス。あー、色付きのは持ってないですね。でも柄悪くなりますよ。僕色付きメガネだったんだよ。はい、本日今月一発目の花火、マミリンありがとう。頑張ります。バカにつける薬はない。そうだね。本日一発目の花火ありがとう。意外すぎるぐらいはっきり物を言うところが好きだよ。俺結構物言いははっきりしてますね。なんかアスペなんで思ったことが口に出ちゃうんだよ。普通のメガネだと柄悪いかな。ノンタンメガネ持ってる？なんか持ってる？持ってない？普通のメガネ持ってない。これしか持ってないから他にかけらんないけど。ゴルゴ団子ありがとう。ゴルゴさん団子ありがとうございます。アスペだよ俺。アスペルガー症候群と ADHD が両方ともあるっていう結構珍しいタイプなんだよね。本当はADHD の方が強いんだけど、毛は。なんて言えばいいのかな、克服したっていうのかな、慣れがあるんですよ。対処法が見つかってあるから。 ADHD の方はそんな出てないけど、気質としては ADHD が強いみたいで。俺はね、その言語性に関しては自分の思ってることは言えるんだけど、相手が何言ってるか汲み取る能力が皆無なんだよ。難しい。だからニュアンスとかを読み取るのがすごい苦手な、昔から。隠喩っていうの。旅の移動方法は制限は入れないでいこうかなと思ってるね。
お、ブロリーさんだ。ブロリーさん、風船100個ありがとう。ありがとうございます。なんか旅の方法に制限入れると旅行になる気がしてさ、旅行がしたいわけじゃないから旅がしたい。企画っぽい要素は1個入れたけどね。 ADHD って部屋の片付け苦手なんだっけ。苦手だよ、ぐっちゃぐちゃでしょ。まあ俺はあの苦手ですね、部屋の片付けは、うん、苦手。まあ一概に ADHD の人が全部苦手ってわけじゃなくて、そこも誤解が多いんだけど、うん、苦手な人が多いね。金髪やってた時期あるよ、金髪の時期あるよ。金髪の画像見てみる、残ってると思うけど。金髪でトップがブルーにしてたかな。金髪でトップがブルー、真っ青め。残ってるかな、こんな感じか。こんな感じか、うん、こんな感じだったね。これもう灰色になっちゃってたけど、金髪にするとこんな感じでやからっぽくなるって言われてたね、うん、スキンヘッドの時もあったね、懐かしいね。ゆうさん金髪だとこんな感じ。金髪嫌いやからっぽくなっちゃうんだよね。俺は別に黒髪でいいかなって。若い頃もあの結構やってたから。ワズさんサイコパスじゃないからまだいい。サイコパス最悪。サイコパスではないかなって。サイコパス診断とかやったから、あのサイコパスではないなっていうか、サイコパスの診断やったら怖いと思った、花火ありがとう特命係長さん、花火ありがとうございます。うん、黒髪がいいか。もうおっさんだからね。おじいさんとかになると金髪が似合ってくるんだけど、そうだね。まあおっさんだからね、もうハゲてきてるし、まあおしゃれ小綺麗にしてればいいんじゃないの。金髪の時も今と、いや俺はトークスタイル全然変えてないね。喋、うん、り方はこんな感じだけど、人の心が見えない、なんだろうね、人の痛みが全く理解できないって感じじゃなかったっけ。サイコパスって全部自己都合で処理するんだよね、うん、アスペルガーっていうのはどちらかっていうと、その人が何言ってるのか理解できないっていうので苦しむ人が多いね。渡部さん団子ありがとう。俺も実際それでその会話が成立しなくて、その苦しむことが多いかな、自分としては。いや、いたんじゃないの、やっぱり。いたのはいたと思うよ。ただ変人扱いされてたっていうか、その精神病っていうのが、そもそも何て言えばいいんだろう。昔はその性格異常っていう言葉で片付けられてたのね。あ、こいつは性格が悪いからこうなってるんだっていう。だけど、それは実は病気なんだっていうのが今の見方だから。うん、それが今の考え方。うん、昔からいたでしょ、いろんな人が。そうそう、変わり者扱いっていうか、そのまあ何つうんだろう、病気ではないんだけど、まあ病気だよねっていう、もう治らないよねっていう扱い、変人扱いだね。何言ってるかわからないってよく言われる。私以外の人類全員アスペだと思ってるアスペルガーはそうじゃなくて、文脈をそのまま受け取るから、ニュアンスを、日本人的なその何て言えばいいんだろうな、目で分かり合うとか、何つうんだろう、そのニュアンスで分かり合うとか、含みみたいなものが全部読み取りづらいっていうのかな、うん、言われたことを、例えば何て言ったかな、例えば僕の親戚金メダリストなんですよって言われたことがあって、職場で。
すごいですねって言って、あの有名な人が金メダリストが職場なんてすごいじゃないですかお兄さんなんてって言ったら、いや冗談ですよって笑われたんだけど、その普通だったら冗談だって分かるようなことがなんか俺にはすごいって本当に受け取っちゃうっていうか、だからなんつうんだろう、冗談が結構読み取れないっていうか、例えばその会社で注意されたのは、この仕事面白いですかって、楽しいですかこの仕事って、まあある業務を振られた時に言われたんだけど、全然面白くないって答えたら、それは言っちゃダメって笑われたあんまり好きじゃないし面白くないですねって、でも仕事だからやりますって答えたんだけど、それはなんか社会人としてあんまり言わない方がいいよって言われて、あそうなんだと思って、面白いものは面白いって言うけど、つまらないものつまらないって言っちゃうっていうか、わかんないよ、空気を読むのが苦手なんだよ昔から、場の空気みたいな。あ、まあ、天然っていう風に、まあ、天然も天然でさ、可愛い女の子だと天然で可愛いねって言われるんだけど、ブサイクな女の子だとさ、なんか変人だねって言われちゃう。そういうもんだと思ってるけど。まあ、配信は出会ってよかったなと思ってるね、俺は。P さんはだついらっしゃい。物言いが昔からきつかったみたいな。酒は僕飲んでないですね、もう酒はやめたんで。なんかお酒飲んでもいいこと一つもないなと思って、本当に一つもなかったんでお酒はやめました。そのやめるっつってから2回ぐらい半年間の間で試したんだけど、今日飲んでみようかなっつって、やっぱり良くなかったって、お酒は僕の人生に必要ないって判断をしましたね。決別をしました、お酒とは。酔っ払っていいことが一つもないんだもん。美味しくないし、美味しかったらいいと思うけどね。美味しかったり楽しかったらいいと思うけど、うん。お酒弱くないっすよ別に。お酒全然弱くないっすよ辰彦さん、うん。自分でお酒弱いなと思ったことはないね。強いって言われるし、うん。あ、ビール飲みながらいいんだ。全然リスナーさんは見てそれでいいと思うけど、俺は飲まないっていう。あんま他人には関心がないんで、俺が嫌いだから周りの人も飲むなとは思わない。胸毛濃いんですよ。胸毛だけじゃなくてね、あの背投げとか腰毛とかもじゃもじゃで、のんちゃんがねいじめてくる最近もじゃもじゃ成人だっつって。うなげエステ脱毛ってすごいお金かかるんだよ。お酒もうやめてから半年以上経ってるはずですね。どれくらいだろう、多分半年ぐらい飲んでないと思いますね。お酒飲みたいと思わない。あ、でもね、アイスクリームにこのラムはかけるかな。アイスクリームとかシェイクにラムを少し足して香り付けで美味しいって思うから、それはデザートとかにかけたりするけど、試合の時は T シャツ着るんで脱毛は特にしないですよ。腰毛が濃くてやばい。多分俺よりは濃くないと思うんだよな。俺肌の色めちゃめちゃ白いんですよ。だから体毛がすごい目立つんだよね。子供の頃からすごいコンプレックスだった。腕毛とかが濃くなっててすごい濃い両津勘吉みたいになってるから、すごいコンプレックスでしたね。今は別にないけど、毛深いよ俺、めちゃめちゃ毛深いよ。剛毛だよ剛毛。きつくないっていうか、その前々からお酒は好きじゃなかったんですよ。ただ飲めるのね。で、なんだろう、
ある人がお酒飲まないっていう人がいて、その人と食事をした時に、なんかお酒酔っ払ってる時間が俺にはないんだって言われて、あ、かっこいいなと思って、お酒について一人で考えてた時に、なんだろうな、まず疲れた時とか美味しいもの飲みたいなと思ったら、100円とかで美味しい飲み物いっぱいあるんですよ。そうだね、沖縄の牛だね。で、100円でジュースで美味しいのいっぱいあるでしょ。お酒だと300円、居酒屋とかだと500円以上するでしょ。5倍かよと思って、で、飲むと頭が痛くなるんですよ。まず嫌じゃん。頭が痛くなると。で、今度、発言に責任を持たなくなったり、暴力的になったり、清純になったりするんですよ。いいことが一つもないんだよね。おでこ、あのね、毛深い人とかって、なんだろう、男性ホルモンが強いから、ハゲやすいんじゃないのかな。僕は、それがコンプレックスで、乳首の毛と腰回りの毛でカミソリ剃ってました。ああ、中学生の頃とか剃ってたけど、もういいや、と思って。背中の方とかもすごいよ。この辺とかもじゃもじゃだよ。腰身のみたいな。記憶をなくしたことは、あのね、人生で2、3回ぐらいあるかな。人生で記憶なくしたことは2、3回あって。で、それは、4リッターの焼酎ってわかる？狂月の4リッターの焼酎。すげえ一番でかいやつあるじゃん。あれを2人で開けたんだよ。その時は記憶なくしたかな。2、3時間で1本丸々開けて、2人で。その時は記憶が全部ぶっ飛んだね。やばかったな、あれは。死ぬかと思ったね。まあ、基本的に俺はお酒は、なんか、そうそう。だから、なんか別に飲もうと思ったら飲めるの。バー配信やってた時も、瓶ビール20本ぐらいあげたよね。多分。瓶ビール20本ぐらい開けたはずだと思う。どれくらいで飲む？一人で。一人では飲まないっすね。プライベートで酒飲みたいって思ったことは一回もない。ただ飲み会の空気みたいなのがめちゃめちゃ好きで、外国の人も毛深い人多い。あ、外国の人毛深い人多いけどさ、ほら金髪だからさ、目立たないっていうのがあるんだと思うよ。あそこの毛がない女子どうですか？好きですね。大好きです。女性はあんまり毛深いより毛がない方がタイプかもしれない。外人は脇がが多い。脇がっていうかあれだよね、肉食うから体臭がきつくなるんだよね。俺でも外人のあの体臭嫌いじゃないけど、なんかコロンとかもきつめじゃん。その体臭に合うように作ってるんだよね、混ざった時に。な、外人ってすごい香水振りかけたりするんだよ。ごめん、飯食った後だから全然頭回ってねえわ。食事の後だから頭が回ってない。供の頃から体臭きついのかな。どうなんだろうね。俺は食い物結構大丈夫、大事だと思うけど。創業会とかやらないんですか？特に全然決めてはないけど、7日にオフ会があって、みんなで飯食ったりとか映画見たりとかするけど、香水つける時はつけるかな。香水嫌いじゃないけど、俺鼻悪いからさ、匂い分かんないから、振りかけすぎちゃったりするから気をつけてるけど。香水何が好きかな。パイとかが好きかな。ジバンシーのパイとかよくつけてたかな。ブルガリのブラックとかもつけてたけど、あんまり好きじゃなかった、ブルガリは。女子の香水、どうだろうな。匂いの種類によるかな。なんか、キャバ嬢みたいにバーってつけてるのは好きじゃないんだけど、ふわーっといい匂いする女の人とかいるから。
僕 B 型ですね。B 型です。血液型は B。 まあ血液型占いを信じてないからあれなんだけど、血液型と性格 性格っていうのはあんまり関係ないんじゃないかっていうのが俺の考え方だから、相関関連があるとは思えないんだよね。いや、B 型ってあれなんだよ。恋愛占いとか B 型ってひどくて、男の B 型って相性がいいのいないんだよね。あ、柔軟剤の匂いとかいいよね、洗濯のね。血液型とかないと思うよ、俺は。俺は血液型占いとか誕生日占いとか全部カルトだと思ってるかな。理屈的にありえないっていう。だってさ、血液型占いってどういう占いかっていうと、人類には4つの血液型と RH マイナスっていうのがあるから、まあ大きく分けても8個しかないわけだ。大きく分けて4つ、細かく分けて8個しかないわけ。で、人類の性格を4つに分けるっていうのは大雑把すぎると思ってるの。どう思う？人類の性格は4分類しかありませんっていうのって乱暴な言い方だよね。基本的に A と B って合わないっていうね。それも洗脳だと思ってるかな。っていうか、まず血液型占いってなんで日本で流行ったかっていうと、海外の人だと自分のブラッドタイプとか知らないんだよ。で、なんで日本だけ血液型占いが流行ったかっていうと、戦争の時に名札があるじゃん。名札の時にすぐ怪我した時に輸血できるように血液型を貼ってたっていうのがあるの。だから、その子供たちが、君何々型だから、何々っていう性格だとかいうのが元になってるっていうふうに言われてんのね。日本人ぐらいなんだよ、その血液型を自分で把握してるっていうのは。頭大丈夫か？何の話？いきなり何なんですか？晩ご飯はすき焼き食べたね、今日。のんたんと美味しいもの食べようと思って。すき焼きにしました。ちょっと味濃かったからもたれてるんだけど今。自炊だね、自分で作った。今日は俺が作った。いつものんたんが作ってくれるから。結構なヘビースモーカーだと思われますけど、一日何本するんですか？20本ぐらいかな。牛丼好きっすね。料理する男性を容赦なく抱きたい。男の人が料理するのは俺もかっこいいなとは思うけど、俺はでも家庭料理ぐらいしか作れない。味付けがちょっと濃いんだよね、俺の。体には良くない。やっぱ女の人が作った方がバランスがいいし、野菜とかもちゃんと入れてくれるから健康的だと思う。女性に作ってもらった方が体はいいなと思う。300円なんだ、安いね。へえ、
吉野家の牛丼あんま好きじゃないんだよな。昔は吉野家ばっかり食べてたけど。ステッカーまだ注文出してない。デザインを作ってる。まあ作ってないな。注文出してない。女ってなんで怒らすと聞き分けないの？性格悪いの？ああ、それはね、多分ね、男の人と女の人の脳みそが違うからだと思うよ。女の人っていうのはさ、理屈でものを考えないのね。もちろん、理屈でものを考える人もいるんだけど、なんて言えばいいのかな。例えば、女の人って男の人が見えてない色とかがすごい見えてるんですよ。1.5 倍近くの色が見えてるのね。で、音とかコミュニケーション能力に長けてるんですよ。表情を読み取る力とかがすごい長けてるの。だから、男の人が浮気した時に、男の人っていうのは論理で浮気を論破しようっつうの。要は何時何分に俺ここいただろう、会社にいただろうって言って言うんだけど、女の人はなんで女の勘って言われるものを持ってるかっていうと、その頬がいつもより赤くなってるとか、そういう雰囲気を読み取る力がすごく強いのね。だから、あ、この人は嘘ついてるなっていうのを本能的に見分ける能力がついてるって言われてて、それは男の人にはない能力だから、男だけが気づかないの。だから、なんだろう、女の人っていうのは理屈じゃなくて感情でっていう風に。おやすみー、マミリン。KP、ありがとう、ビール。そう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 。感情の生き物っていうか。だから、女の人からすると男はバカだなっていう感じだよね。こんな言い訳して私のこと騙せると思ってるんだっていう風に思ってるわけじゃん。でも、一概に女の人すべてがっていう言い方はちょっとぶっきらぼうに聞こえるけど。ふぐちゃん、デブった？そう。ヒステリーっていうか、まあ、全く俺は別の生き物だと思ってるから、女性と男性っていうのは分かり合えないと思ってて、分かり合おうとすることが大事だと思ってるね。分かり合おうとする姿勢が大事だと思うよ。女性のことを理解しよう、男性のこと。だから、夫婦が、うまくいくプログラムとかあるのよ。男性脳女性脳とかうまく見分けて、男性はこういう風にすると喜ぶとか、女性はこういう風にすると喜ぶとか、夫婦が円満になる。え、俺フグちゃん全然嫌いじゃないよ。フグちゃんからアイテムもらってるし、リスナーさんだよフグちゃん。全然フグちゃんによくしてもらってるよ。嫌いじゃないよ、フグちゃん。優しそうじゃん。フグちゃんいい子じゃん。いや、全然、俺嫌いだったら嫌いって言うもん。俺結構ストレートな性格だから、嫌いな人は嫌いってすぐ言う。好きな人は好きって言うし。さっぱりしてるよ。緑茶じゃない、ウーロン茶。ほうじ茶。ほうじ茶。あ、動物のオスメスにもそういうのはあると思うよ。だってさ、ここ最近じゃん、女性の社会進出とか。俺は実は女性の方が遺伝子的に優秀だっていうふうに思ってるの。男の方が頭がいいのはもう結果は出てるんだよ。男の方が平均的に見ると頭が良かったり身体能力が高いっていうふうに見てて、男はそれで上だって思ってるけど、俺の理屈だとそもそも違くて、生物学で考えると、男って女性の変化系なのね。で、卵子から生物は作ることはできるんだけど、精子から生物を作ることはできないんだよ。
だから女性の体の進化バージョンって言ったらいいのかな。で、俺はなんでそういうふうに進化したかっていうと、男の方が狩りをしたりとか命の危険にさらされたりするわけですよ。昔で言ったら。だから女が自分のやりたくないことをやらせるために作った動物だと思ってんの。基本的に男っていう人種は。だから役割が違う。そう。だから女の方が賢いんだよ。遺伝子レベルきついことは男にさせようぜって。で、楽しいことは自分たちでやろうっていう。きついこととか、なんか政治とかめんどくさいことは男に全部やらせようと。本能で決まってるんだよ。で、命の危険とか取られる心配がなくなってきたから、女性が私たちにも仕事をさせろって言ってる。そんな楽しいことは私たちにもさせなさいよって言ってるっていうか。なんか俺は女性は賢いなと思ってる。男女平等にするっていうのは不可能だからね。みどりさん離婚したんだ。へえ。あ、そうなんだ。いや、まあ、あんだけ浮気してたらね、普通離婚しますよ。あ、じゃあ、ロハコさんの言う通りだったね。この枠でロハコさんが予言してたんだよ。凸かけたらみどりさん離婚するよって。あれ本当だったんだ。情報は入ってきてたから、あんまり驚きはないね。まあ当たり前だよねとしか言えない。まあ、子供はかわいそうだけどね。もうこんだけさ、生き方が多様化してるからさ、昔ながらの結婚生活みたいなものはもう無理だよね。あれ幻想だよ。結婚制度そのものもいらないと思ってるもん。カチクジンヤプーがわかんないけど。ドレさんいらっしゃい。バツイチ、センパチどうするんだろう。ねえ、センパチくんどうするんだろうね。俺はほら、母子家庭で育ったから。まあ、今の母子家庭当たり前になってきてるから、昔の母子家庭はきつかったよ。学年で俺しかいなかったもん。いじめられたっつうか、やっぱかわいそうみたいな目で見られたから。あれはつらかったな。同級生の女の子とかにもかわいそうって言われた時に、あ、こいつ俺のこと差別してるなって思ったもん。かわいそうって言葉は使っちゃダメだよ。かわいそうっていうのは上から目線だから。いや、いいんじゃないの。別に俺らが口出す問題じゃないじゃん。人の家庭のことなんか。俺らがどうこう言うわけ、俺らが金出すんだったらさ、ね、どうこうしろとか、そのね、暗黒会員の人だったら言う権利あるかもしれないけど。俺は別にみどりさんに金、美大一も払ってないから、別に彼がどうしようか関係ないよ。みどりが親父だと人生真っ暗だし、先発にとっては幸せかもね。いや、俺別に、なんだろう。俺、先発くんはいつかみどりさんのことをリスペクトする日来ると思ってるけどね。俺は好きだよ。腹ペコ大魔王さん、風船2つありがとう。みどりさんが親父とか結構いいと思うけど。何が幸せかなんか人によって違うんだから分かんないよ。ていうか、先発くん喋ったの？大丈夫？俺はそっちの方が心配だよ。先発くん喋った？そろそろ。まだ喋ってないの？ちょっとあれだよな。里子が施設の方が人間としてはいいと思う。いや、わかんないぞ。人の幸せなんか人が言うもんじゃないと思うよ。ネギさんいらっしゃい。まあ、自分が面倒見るっていうんだったら俺はかっこいいと思うけど、とやかく言うもんじゃないよ。あんまり人の家庭のこととか。3歳で喋らないのはちょっときついな。おやすみ、ゴルゴ。ハート5個ありがとう。まだ喋ってないんだ。ちょっとね、ちょっとあれかもしんない。まあ、未来の大手配信者だからね、先発君は。サラブレッドだからね。配信界を引っ張っていく血統だからね。旅から帰ってきたら俺ものんちゃんと結婚するよ。多分。
3年ぐらいかかるだろうし。のんちゃんが約束してくれたんだ、俺に。嬉しかったよ。のんちゃんと復縁するときの約束が、のんちゃんはいい子になるって言ってたから。のんちゃんはいい子になります。嬉しかった。笑顔でそう言ってくれたから俺は信じるよ、彼女のこと。可愛いでしょ、のんちゃんはいい子になるって。悪い子にもうならないって言って、応援するって言ってくれ。あれだな、飯食った後って動きたくないな。俺のいとこは、いとこの子は4歳まで話せなかったから大丈夫。和道ってアイテム、なんでアイテム伸びないの？どの辺がアイテム伸びて、どの辺がアイテム伸びないんだろう。一応ね、十何万もらってるけど、伸びないなのかな、タックさんに関しては。タックさんよりも俺アイテムもらえる自信あるけど。配信者で結婚して生活していくのは難しいかな。まあそうだろうね。のんちゃん、1時間ぐらいしたらトレーニング行くから付き合って。みどりさんの場合浮気じゃね？単純に。いや、浮気だと思うよ。浮気しすぎなんだよ。女に手出しすぎだよ、あんなの。俺はなんか自分がこの人守りたいとか、この人と添い遂げたいっていうのに他の女に手出すっていうのは俺はちょっとないなと思って、かっこ悪いなと思ってるから。クラッカーやらないとなれない？何の話？何クラッカーって。クラッカーって何？わかんない。何の話をしてるのか全然わかんない。こんばんは。はい、カエルさん、ワード2。
シャツ似合う？あんまり着ないけどね、シャツね。たまには。たまに着ますね。ありがとう。今日寒かったね。まだあったかくなんねえかんな。もう嫌だよね。口ピアス。ああ、ごめん、覚えてないわ。申し訳ない、高さん。口ピアス。え？口ピアスした女の子ってこと？あの、お店に来てくれた子？口ピアスって小手派のいたっけな？口にピアスした人？飲みに来てくれた。ああ、はい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 。ご無沙汰です。元気ですか？あれ、奥さんと来てくれた人？奥さんと来てくれた方の口ピアスさん？口ピアスの人2人いるんだよ、お店に来てくれた。奥さんと来てくれた方？違うかな？そうだよね、そうだよね。俺もサムネでそうかなと思った。あのバンドマン風のさ、あれでしょ？そうだよね。おい、田川さんいらっしゃい。口ピアスのね、女の子がいたのと、あともう一人奥さんと一緒に来てくれた人がいて。うん。匿名だったんだよね、あの時は。ずっと見てる。ありがとう。嬉しいわ。またリアトつまちするから、あの、ぜひ奥さんとリアトしてきてください。バレーニョさんはどつ？あ、懐かしいね。すごいいい人だったよ。奥さんとドライブで来てくれたんだよね。バイクで来たんだっけな。懐かしいよ。すごい古い人。バーやってた時に、あ、飲み来てくれた。夫婦で来てくれた。うん。俺はね、小手半とリスナーさんの顔はそうそう忘れない。だから、あの、もし間違い口ピアスだよって言われた時に、そういう小手半の名前がなかったから、記憶の中に。そう。多分、その、容姿のことを言ってるんだなと思って。記憶力はね、子供の頃からいいし、結構びっくりされる。よく覚えてんねって。特にね、リスナーさんのなぜかこと忘れないんだよな、あんまり。うん、うん、よろしくお願いします。ありがとう。やっぱ小手半あるのはいいよ。匿名だと誰が誰だか覚えてらんないからさ。さすがに匿名だとね、ね、わかんない。小手半があるとわかりやすい。絡みがある人はわかるよね。昔はだから、ちゃんと覚えておかないと思って、リスナーさんの名前と小手半とリスト化して、あのノートに書いてたよ。この人はこういう話題喜んでくれたとか、一人一人書いてた。さすがにやりすぎだなと思ってやめたけど。かわいいでしょ。この人とはどういう会話をしたって。今だったら Excel とかね、Google スプレッドシートとかでやるといい。席止まってきてるね。うん、ノンタンの看病のおかげ。本当に。匿名はイヤヨリスナーを全部覚えろって言ってるのでしょ。っていうよりも、顔も知らなくて名前も知らない人の集合体、なんか何千人を全員記憶せよみたいな。絶対無理みたいな。俺はだから嫌よっていうのは嫌よっていうくくりにしてるから。俺に名前覚えてもらいたくないそうだと思ってるから。練習配信見てるでチケット取れなかったけど。キャンセル待ちか出るんじゃないかな。ぜひ来てもらいたいですけどね。なんかヒカルくんにディスられたらしいよ。なんでチケットが売れねえワードと俺のギャラが一緒なんだって。すげえ心外だよね。そう。ギャラ一緒なんだよ。選手全員。で、なんかなんでか知んないけど、俺の名前出して、ワードなんかチケット売れねえだろみたいな。ふざけんなよ。
ドレさんの方が売れねえから、うん、ドレさんの方が絶対売れてないから、俺の方が売れてるから、うん、ドレさんには絡みづらいからドレさんの名前出てないだけで、そんなこと言ったらお前のがとね囲ってるテレジャンピンだって売れねえだろ、あんなもんふざけんじゃねえよ、ドレさんの方が売れない、うん、ドレさんに八つ当たりしてるベンジョさんがギャラは全部一緒にした、いや俺正しい判断だと思うよ、ヒカルくんそういうこと言ったってツイッターに書いてあったよあの拡散の人がいる、うん、髪硬いよ俺、髪質太くて硬い、うん、太くて硬い、テルチャンピンよりもネームバリューあるよな俺な、全然ふざけんなよ、まあ、てるちゃん最近あれだかんな、なんかひかるくんのリスナーゲットしてウハウハだかんな、いや最近だよそれ、ここ1ヶ月ぐらいでひかるくんと絡んでからなんだよ、そう前まではアクティブ10とかだったの、そこそこ売れてるからね、うん、10人ぐらいは来てるよ、ワードリスナー10人かよって、まあ確かにそのギャラ結構もらうから、あの結構君たちが思ってるよりもギャラもらうから、あのそれくらいの集客チケットさばいてるかって言われたら正直そんなにない、そうだからいいんだよ、ドレさん超いいポジションなんだよ、どんだけ言っても強いから、あのやからないし年上だから風格があるじゃん、だからね喧嘩売ってくる人がいないんだよ、俺なんかさもうずっと喧嘩売られるんだよいろんな人から、超羨ましい、あのポジションドレさんのやりやすいと思うよ、誰も喧嘩売ってこないんだもん何言っても、ドレさん結構煽るかんね、味噌かそにされてるから、練習行こうかな。ゆいがさんボロカス言ってました？っていうかあいつさマジでさ、じゃあリング上がれよじゃあリング上がれよ本当に、俺別に対戦してもいいぜ、第2回ボッコボコにしてやるよマジでいいよ言っといて、お前リング上がれよって、第2回逃げんなよって言っといて、できん、ふざけんじゃねえよマジで、リングの上から逃げるやつにとやかく言われたくねえよ、でもなんかチケットが手に入ったって喜んでたらしいじゃんめちゃめちゃ意味がわかんないんだけど、石川も便所に怒ってました。石川そろそろ爆発する気がします。え、なんで怒ってたの？のりゆきさんが。うん、なんで？まさんいらっしゃい。俺、まさんにお前とか言われる筋合いないんで、訂正してください。ゆうすけさんいらっしゃい。楽しんでてください。なんか見ず知らずの人にお前とか言われる筋合いないんで、うん、勘弁してもらってもいいですか？え、なんで怒ってたの？え、なんでなんで？何怒ってたの？のりゆきさんが怒るようなところないはずなんだけど、記者会見0人だったからそれ怒ってもいいかもしれない、一度逃げたらああだこうだ言う資格ないよな、かっこ悪いよね普通に、だったらリング上がればいいじゃんって、もう逃げたのは確定なんだから、自分から芋引いたんだから誰がどう見てもそうでしょ、あれはもう言えば言うほどダサくなるからやめた方がいいよ、はい、NG でーす。はい、さよなら。なんで戦わないんだろうな。全然意味わかんないよね。
全然意味わかんない。初見さんいらっしゃい、沖田さん、楽しんでってください。無料で宣伝してくれるから助かりますって便所さん喜んでた。いや、便所さんめっちゃ喜んでたよ、本当に。ただでこんなに宣伝してくれて、でどんどん盛り上がるっつって。秘密基地さん、バカ5個ありがとう。リングの上で生き様見せてください。いやー、恥ずかしいよね。どう転んでも、勝っても負けても恥ずかしい思いするのは確定だから、まあそれはしょうがないことなんだけど、負けたら一生言われるだろうな。まあ普通に一生懸命やりますよ。ゆうすけさん、風船3個ありがとう。ありがとう。いや、もう恥さらしだからね、いわば。まあでも俺とかは少なくともリングから逃げてないからね。リングから逃げて、リスナーさんがね、ああだこと言うのは構わないけど、リングから逃げた人に関しては何にも言われたくないよ。普通に出ればいいのにね。なんかあれだよね、ゆいがさんって見栄で生きるよね。見栄張り大好きっていうかさ、もういい年なんだからさ、見栄とか捨てなよっていう。俺はそう思うよ、はっきり言って俺はそれが普通に正しいやり方だと思うけど、ポスターもみんな、乗って勝手に売ったり、金金しすぎだろうとかいろいろ怒ってた。なんかさ、怒るところが全部的外れなのが面白くて、なんだろう、じゃあ自分で無料でやってみればいいじゃんと思わない？だったら自分で無料でやれよって。それ盛り上がるの、ここまでっていう。で、大手配信者呼べるのっていう。無料でできないでしょ、バカなんだよ。バカなの、もう根本的なバカなのだってゆいがさんの話を統合すると、俺は大手配信者呼べる、ポスターのクオリティも高くできる、しかも無料でもっと人集められる。それ何それ人来んの本当に。俺はゆいがさんがその大手配信者呼べるとは思えないし、だったら野球チームもっと豪華になってるはずだしね。お金稼ぎってギャラも払わないで人のこと集められるっていうか、お金払うっていうのは価値があるんだよ。5000円払う価値があるから5000円払ってるの。強制してないじゃん。そういうのがバカだから分かんないんだよ。本当に会社経営やってたの？俺びっくりするんだけど。本気でびっくりしてるよ、ゆいがさんに関しては。新しいフォロワーさん、ネトちゃんフォローありがとう。和道さんは配信向いてないって言われました。才能がないって。その件に関しては何も言えないかなその件に関してだけはあれだよ、本当のことだよ。すげえ的を得てるじゃねえかよ、くそ。その件に関してだけは俺は全面的にゆいがさんを支持するよ。ゆいがさんと比べたら配信の才能はないよそれは本当のことだよ。それだけは事実だ。500万円くれ、選手全員の違約金払って潰してやるとか言ってた。お前かじ、おめえじゃねえか、金欲しいの。500万もかかんねえわ、バカだろ本当に。いやー、まあ閲覧を集めてるから、俺はちゃんと認めるところは認めるから。ゆいがさんは配信者として才能はあるし、面白いし、で一流ですよ。ただ言ってることはぐちゃぐちゃだから、俺はゆいがさんのことに関して配信で言われたら、あ、まああなたより人集めてないですし、あなたの方が才能あるんでしょうねっていうのは素直に認めるから。ただイベントのことに関してはグダグダだよ本当に。
悔しくて悔しくてしょうがないんだろうね、あの骸骨。すげえわ、ほんとに。いや、出ればいいのに。出たくないんだろうね。かたくなにそこは出たくないんだろうね。もうほんと誰かあの骸骨黙らせてくんねえかな。いい加減腹立つよな。自分がいなきゃ絶対失敗すると思ってたのに思いのほか盛り上がって後に引けない。まあそれが事実だよね、うん、俺がいなきゃ滑ると思ってたらむしろ盛り上がっちゃってぐぬぬってなってるんだよ。もう毎日寝れない日が続いてんだよね、うん、いやうなちゃんマンがいるからね。最強のふかしに関してはうなちゃんマンがいるから。すげえよな、何なんだろうね。え、それでアンチが湧かないのかよく分かんないんだけど、囲われてるの、それでツイキャス、パイセンパネースみたいになってんの、パイセンさすがですみたいな一生ついてきますみたいになってんのかな。どんな感じなんだろう、一回覗いてみようかな。やっぱパイセンっすわみたいな、パイセンの言う通りっすわみたいな。へえ、珍しい組み合わせだね。なんだろう、多分もう一つのゲートして、どうなんだろうね、すぐブロックしてるからじゃない、ワドツ。ああ、そういうことか、即ブロが効いてるのか。いや、俺は別になんかそれはそれで面白いと思ってるから、別にそこの彼のスタイルは否定してないから、配信の普通に面白いからね、ふかしは。ただ言われてる方はね、もう笑えるよ。言われてる方からするとちゃんちゃらおかしいよ、パイセンに限って言ったら。バカなんじゃないのっていう、頭おかしいだろこいつっていう。まあみんなそれ思ってるはずなんだけど、だってユイがパイセンの企画で俺300人集められると思ってないもん。1時ぐらいからトレーニングやるか。胃が落ち着いてきた。1時からトレーニングやるわ。頑張ります、頑張ります。ユイが綺麗事ばっか、ふわっちをみんな平等にアイテム投げないから不公平的なこと言ってた。もうすげえな、そこまで行くと本当のバカだな。すげえな、ほんと配信何年やってんだよマジで。本当にバカだな、すげえな。みんながみんな平等にアイテム投げれるわけねえじゃん、バカでしょ。もうそれって資本主義の否定じゃん。すげえな、そこまで行くと本物のバカだな。バカなんだね本当に。すげえな、なんだろう、共産主義、社会主義、何を目指してんの、ユイガさんは。どこに行こうとしてんの、どこ目線から話してんのか全然わかんねえよ。あの人のポジションが高すぎるんだよ本当に。すげえな、
俺もだってユイガさんが爆笑したのがさ、こういうこと言ってんの。俺よ、来月からよ、次元間違えた。来年からよ、俺よ、本格的に配信するからよろしくな。来年からマジでやるから、よろしく。来年からマジで本気出すからって言って、1ヶ月間毎日放送やってたの。いや、もう復活してるじゃんみたいな。今復活しても1ヶ月ぐらい経ってるのに、来年から復活するっていうことを豪語してたの。すげえなと思って。いや、本当にすごいよね。底抜けだよね。本当に底抜けのバカだと思って。いや、すごいと思っちゃった俺。来年からはマジで放送するからって言って、なんか3時間目ぐらいだったの。 3時間目ぐらいの発言だったの、それが。いやいや、バリバリやってるじゃんと思って。なんだ、すげえと思って。底抜けだなと思って。俺でもユイガさんのスーツ姿は稲子張りに面白いと思ってるから。あ、なんだっけ、ユニフォームの肩パッドも面白かったよね。ラジオ配信の時だったかな、わかんないけど。来年からは本気出すって去年言ってて。すげえなと思って。本物だよね。底抜けなんだよね、本当に。 もう俺らの理性では計り知れないんだよ。 すげえよな。いるんだな、こういう人って。こういう人は世の中にいるんだよね。突っ込まれてた。本放送始まりますってやってるじゃんって。そう。で、特に内容はないんだよ。毎日放送頑張る的なことやってんだけど、毎日やってるんだよ。なんだよ、毎日放送頑張るって。全然意味わかんねえわ。ミノムシみたいになってんの？ ミノムシみたいになってんの？ めちゃめちゃだな、本当に。新しいフォロワーさん、ほのぼのさんフォローありがとう。すげえな、才能だな。才能だな。できねえもん、俺には。マジで。羨ましい、あの才能。本当に羨ましい。あんなんだってね、配信やるために生まれてきたようなもんでしょ。何なんだろうね。なんであんなガリガリなんだろう。 毎回いるんだ、ミノムシ。ミノムシ観察枠。新しいフォロワーさん、まことさんフォローありがとう。トロカフェしか飲まない。トロカフェって体に悪いんだろうね。なんだろうね、あのとろけるカフェ。俺ずっと飲んでるよね、もう数年間ずーっと飲んでるよね。そんなにうまいのかな。俺何回か飲んだんだけど、ゆいがさんそんなに飲むから全然美味しくないんだよね。いや、ミノムシ見てみたいな。何、暖房がつけられないの？何なの？もう全然わかんないんだけど、何なの本当に。 何なんだろうね、謎しかねえだんな。すげえな。メーカーから訴えられるレベル？とろけるカフェオレ風評被害。いやー、もうマジでラベル剥がした方がいいと思うよ、今のうち。毛布にくるまってる。キティちゃんのタバコの銘柄はね、アメリカンスピリットですね。うまいの？とろけるカフェオレ、トゥルーさん。俺全然美味しくなかったんだけど。
俺がね、カフェオレで好きなのは何だろカフェオレあんま飲まないかな。俺コーヒーは、あ、そうだ、抹茶のさ、やつちょうだい。そこある？飲んだ。ありがとう。どっちだ？こっちか。ミノムシおも、すげえな、ほんと。もう笑わせないで、ほんとに。もうやだ、もう。もう、もうツボだよ、ほんとに。コンビニのトロカフェが最近よく売れるのは俺のおかげだって。それ本気で思ってそうだもんね。俺言えないもん。笑っちゃうもん、自分で。そんなの。よく言えるよな。すげえな。もうネタでしょ、完全な。絶対そんな経済効果ないからね。本気で言ってんの、それ。 すげえな。マジか。初見さんアイテムありがとう。こんばんは。すげえな。なんか4月は景気いいね、みんな。アイテムバンバンくれるのよ。4月景気マジでいいわ。ありがとう。天才だな、ほんと。いるんだよ、配信やるためだけに生まれてきた男が。パフェ5個ありがとう。クール。パフェありがとう、カエルさん。ありがとう。いやー、今日動けるかなー、超不安だなー。今日動けるかなー。久々の練習だからな。結構きついよ。練習配信やろうか、じゃあ。やるやる。軽くにした方がいいかな。まあ、青山もね、練習してないから大丈夫だと思うんだけど。太ってはないかな。減量に成功してかなり痩せたかな。一回82キロまで増量して、落としたから。今、飯食った後だから腹出てるだけで。痩せたよ。今日、つばねやんのチャット荒れてたけど、なんかあったの？いや、知らない。全然。俺、他の配信者あんま見ないね。また旅館泊まってんのかよ。ふざけんなよ、あいつ、マジで。最近、羽振りいいよな、青山。バブルだよね。いや、俺も温泉とか行きてんだけど、マジで。あいつ、ふざけんなよ、マジで。余裕ぶっこいてんじゃん。つばにゃんと絡み1回しかないから、少し話しただけだから全然わかんない、彼女のことは。身長170ですね、僕は。しかも京都の、マジで？マジで？すげえな、金持ってんな。金持ってるね。いいよな。まあまあね、バブルなんだろうね、今。水にゃんとオフパコしちゃって嘘ついた。っていうか、俺昨日便所太郎さんのタイトル見てびっくりしたんだけど、ツバニャンと付き合ってるって本当？あれネタでしょ？
俺結構イベント出るのやめようかなって思ったぐらいのショックだったんだけど、なんか「ツバニャンとお付き合いします」っていうタイトルのツイッターを見て、えっとか思ったんだけど、ツイッターだとふわっちだか忘れたけど、知ってる？みんな。あ、エイプリルフールか、よかった。俺マジで捨て頃出るのやめようかなって思ったんだよ、これ本気で思ったの。あ、エイプリルフールか、びっくりした。あ、そういうことか。そうか、よかった。俺マジで今回は辞退しようかなって本気で考えた。本気でそれくらいのレベルだったもん。引くわと思って、本当に引いたの。 あ、よかったよかった。あ、エイプリルフールか、もうびっくりしたもん。そっとじだったよ、そっとじ。いや、引く。ツバニャンは引くだろう。絶対ないもん、選択肢として。100%ないよ。俺、だから、金梅さんすげえと思ったもん。金梅さんすごいでしょ。笑えるよな、ほんと。地雷っていうかさ、もう、なんか、豚ゴリラでしょ。ジャイ子とかじゃないんだよ、もう。豚ゴリラなんだよ、ほんとに。もう、ガリガリのテルチャンビについて一言。いや、まあ、死ぬぞ。本当に。ナルコさんいらっしゃい。頑張ります。いや、マジで死ぬよ、本当に。知らんけど。別に構わないけど。豚ゴリラさが可愛いの？俺、彼女に可愛さみじんも感じないよ。彼女に可愛さはみじんも感じないかな。すげえなと思って。なんか、骨格がおかしいと。俺、全然わかんねえわ。なんだろう。顔面グーで本気で殴れるもんだよ。やれって言われたら。グーンって。苦手、俺も。あ、沖縄に住んでたんだよね、もともとね。引き払ったんじゃないのかな。苦手だわ。みんなよく爆走見れるよな。チンパンジーみたいで可愛いんだ。いや、俺結構マジで引く。なんか独特の何かを持ってる。そう、独特の何かを持ってるんだよ。なんかね、別にそんなぶっ飛んでブスとかじゃないんだけど、なんかね、なんだろうな。あのね、これ言っちゃいけないことかもしんないけど、中肉中背のブスは結構きついんだよ。これ本当に言っちゃいけないことかもしんないけど、あのね、ブスって言われる子って実は太ってたりとか、なんかここ直したらっていうのがあるんだよ。ここ直したらこの子美人だよねみたいなあるの、絶対。でも、中肉中背のブスって直しようがないんだよ。で、ツバにはまさにそれなんだよね、もう。わかる？やばいブスなんだよ。いや、俺、ナボコフは全然可愛いと思うよ。普通にモテると思うし、なんか可愛らしさあるんだよ。女性らしさみたいな。でもね、中肉中背でね、なんだろうね、ネアンデルタール人みたいな、ちょっと。なんか、俺らとは DNA が何か足りてないぞ、みたいな。いや、だから、痩せてるでしょ。痩せてるのを中肉中背って言うんだよ。そう。中肉中背のブスはやばいっていうのは、俺の中で定。ナボコ可愛いよね、普通に。ナボコフはね、なんかね、なんだろう。可愛いんだけど、なんつうんだろう。色気が足りないんだよ、ナボコフは。そう。なんかね、どっか色気が足んないの。何かが足りない、圧倒的に。ナムコフは惜しいんだよね。ナムコフはなんかキャラが多分噛み合ってないんだと思う、容姿の。わざと惜しくしてるの？演出なの、あれ。
のんちゃん可愛いかな。のんちゃんパーフェクトだから、可愛くて色気があったら女に。いや色気はね無理だよ、ナボコフは。ナボコフは色気無理、うん、なんか逆、色気がないのに色気を出そうとしてるところが逆になんかダメなんだよ。ナボコフは可愛い系で言った方がいいよ。でも年だからな。ナシコ、ピッピが美人かな。ナシコは美人だね。ナシコは正統派美人だと思う。ピッピも美人だけど、ナシコが俺は正統派美人系だと思う。うん。のんちゃん可愛いよ。のんちゃんは可愛さだけで売ってるから。しかも天然だからね。あと発言が面白い。のんちゃん。もうやっぱね、そう、ずっとニコ生見てるから、切り返しがうまいんだよね。うん。一個一個の発言が面白いの。いやまあ俺らババアだからね、もうババアジジイじゃん正直。でものんちゃんの年齢でこの可愛さを維持してるのはすごいよ。じゃあのんちゃんは俺の彼女の方ね。うん、47歳とは思えないもん本当に。作ってる要素が一つもないんだよ、天然なんだよ。それがすごいと思う、奇跡の47歳だから。昨日まで餓死するって言ってたから、ね、のんちゃん47だよ、うん、動きも面白いしね、なんかちっちゃいおばちゃんだから、ね、面白いんだよ本当に、動き面白いよね、うん、のんちゃんのまなざしは違う世界を見てるよ。まあメンヘラだからね、のんちゃん芸術家だし、もう完全に人と違う目線で見てるけど、結構洞察力はあるよのんちゃん。いやまあババアはババアだと思うけど、47にしては若いと思うよ。なんかいい世界観を持ってるんだよ、うん、いい世界観をね、え楽しいよね。のんちゃんは今ね、いい子になるから。のんちゃんと俺が復縁する時の約束が、のんちゃんが言った一言は、和道さん、のんちゃんはいい子になるから大丈夫って言ってた。かわいいよ。あ、そうなんだ。のんちゃんいい子になるんだ。うん、大丈夫。のんちゃんこれからいい子なのって言ってた。新しいフォロワーさん、ドンさんフォローありがとう。うん、ねえ、かわいいでしょ。いい子になる。のんちゃんの将来の夢すごいからね。のんちゃん将来なんかやりたいことあるのって言ったら、魔法使いになりたいって言ったから、ね、えウィザードなの、うん、のんちゃんは魔法使いになるのって言ってた。すげえ。団子ありがとう。のんちゃんと復縁したよ昨日、おとといかな、昨日かおととい。もう女性のリスナーさんがリアトツしても嫉妬しない、和道さんの配信を絶対否定しないし、口も出さないし、全部応援する。和道さんを信じる。それを凝縮して、のんちゃんはいい子になるっていう表現をした。それが約束。その代わり、俺も配信頑張って大手になると。のんちゃんのことを幸せにすると。それが約束。魔女狩り怖いから気をつけないと。うん。ロハコさんとちょっと喋り方似てるんだよね。のんちゃんの喋り方ね。わかる。のんちゃんね面白いんで、いろいろのんちゃんは面白いよ、観察してると面白い。そう、もう女性リスナーさんも嫉妬しないっていう、普通にコメントしても応援するって言ってくれたから、じゃあ安心してお付き合いできるわっつって応援してくれる。その代わり俺が浮気したらチンチン切られちゃうから。チンチンをのんちゃんに切られちゃう、ハサミでチョキーンって。あ、ロハコさん疑問系、ロハコさんも独特だよね。なんかね、ロハコさん疑問系ではないかな、なんかちょっとナイーブな感じになるっていうか、ふわーっとした世界観があるね。うん、
団子ありがとう。バーガー10個ありがとう。勝つことが、いや、俺は、その、旅と捨て頃に関してはかけてるから、捨て頃と旅で俺は大手になるって決めてるから、まあ、特に旅かな。捨て頃は多分飛躍的に旅のね、配信を加速させてくれると思ってるけど。うん、今みたいにそう、閲覧100以上、200未満。まあ、200はいくか、300未満ぐらいか。っていうのは変えたいなと思って、常に500安定ぐらいまで持っていく。500、1000安定。うん、だから今で言うふわっちで言うとミズニアンとか金梅さんとかヒカルくんとかその辺じゃん。神一人さんはどつその辺を目指すって感じだね。なんだかんだ和道を優先しちゃうっていう状態。何ヶ月じゃ効かないと思ってて、俺は3年ぐらいかかると思ってるけど。ノンタは後ろにいるよ。今から一緒にトレーニング付き合ってくれる。ノンタは俺の配信を全力で応援してくれるって決めてくれたから。うん、そうですね。俺にしかできないことをやらないとね。俺は俺ですからっつって。安倍さだチンコ切るから。のんたは吹っ切れたみたいよ。のんたは吹っ切れたみたいだ。スーパーのんたに、のんに改名したからね。のんに改名したから。のんたん出てほしいよね。俺ものんちゃんは、どんどん出てほしいと思ってるけど。まあほら、彼女は配信者じゃないから、あくまでリスナーだから。もしもし。もしもし。もしもし。なんだ。もしもし。もしもし。もしもし、何でしょうか。もしもし。よくわかんない。よくわかんない。いや、よくわかんなかった。なんだろうね。いや、いたずらっぽくなかったけどね。別に普通にもしもしって言ってたから。何なんだろうね。よくわかんねえわ。じゃあ、今から、トレーニング配信に切り替えます。アイテムたくさんありがとうございました。トイレに行って歯磨いて、その後に外配信にしようと思ってるんで、もしよかったら見に来てください。お疲れ様です。ありがとね。うん、行ってくれね。もしよかったらトレーニング配信付き合ってくれると嬉しいです。のんちゃんも出るんで。お疲れ。アイテムたくさんありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。